それではお願いいたします。生き生き書道教室です。お願いします。お願いします。Thank you.
しい。習字は今年の4月から始めたばかりということですが、さあどんな作品が仕上がりますでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。作品が出来上がりました。見事な作品ですね。
柳田公民館書道教室の皆さんです。小学校2年生から大人までの11人が楽しく書道に取り組んでいるそうです。今日は先輩やメンバーの家族の協力もいただき、5歳から60代までの10名でこの書道パフォーマンスに挑戦してくださいます。能登町音頭に乗せて盛大に開催されているこのござれ祭りのように、私たちの町能登町の山や海の幸をいっぱい楽しんで、たくさんの幸せに出会ってくださいという気持ちを込めて元気よく書いてくださいます。応援もよろしくお願いいたします。手拍子もいただけたら嬉しいです。能登町音頭も踊ってくださいね。ではお願いします。Thank you.
はい、作品が仕上がりました。どうでしょう、ちょっとあの墨汁がたくさんついておりますので、今立ててしまうと作品が崩れてしまう恐れがありますので、後ほどあのあちらに展示された時に皆さんゆっくりとご覧いただければと思います。